はい、お疲れ様です。お酒の塾長です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は軽く一杯39杯目ですねになります。動画によってですね、お酒の雰囲気も味わっていただくための実況と同時にですね、いろんな雑談もできたらいいのかなと思っております。はい、今回のお酒は、本格芋焼酎の、浜田になります。薩摩焼酎、鹿児島ですね。お酒の種類は焼酎で、薩摩焼酎、芋です。で、銘柄は本格焼酎浜田。原産地は鹿児島県市木久志木野市です。で、酒造所は浜田酒造といいまして、赤いボトルで有名な街道とかで有名ですね、そちらの、酒造所になりまして、アルコール分 25% になります。で、浜田酒造は3つぐらい焼酎蔵があるんですけど、金山の中にある焼酎蔵とかですねあったりするんですけど、その一つの浜田屋伝兵衛っていうですね、昔ながらのクラシカルな作りをしている蔵で作っているのが今回の焼酎になります。私もね、ここの蔵にはちょっと行ったことありましてですね、すごい勉強になるんですね。例えば亀仕込みですとか、あと木桶の蒸留とかですね、ちょっとね昔ながらの特殊なものがありまして、この浜田もですね、先ほどと出ましたけど亀の仕込みをしてですね、木桶の蒸留、ステンレスとかじゃなくて木桶の蒸留ですね。そしてさらに亀の貯蔵もしておると。そして面白いのはこのさつまいもの品種ですね。一般的に多いのは黄金千貫って言われるものなんですけど、これはですね、ジョイホワイト農林46号というようなものです。で、より一層爽快でフレッシュな感じがするんではないだろうかというふうに想像しております。では早速ちょっとね、開けていきましょう。どういう味でしょうかね。今日はですね、キリコのいただきもののキリコのグラスに、ロックとして入れて、そしてこれは水割りにしてみようかなと思います。青いグラデーションがかかって綺麗なボトルですね。ちょっと混ぜていきます。まあ、ロックなんでこれぐらいでいいかな、とりあえずは。よいしょ。で、水割りなんで、こっちはちょっとだけかき混ぜます。3、4、5、ウイスキーみたいに 13.5 回までは混ぜなくていいですよね。あ、失礼しました。では水を入れていきましょう。これ専用コップですね、グラスですね、浜田屋伝兵衛の専用グラスになります。ちょっと水入れていきます。いい匂いしてきてましたね。やはりふんわりとした芋の香り、芋っていうのは意外にフルーティーなんですね。昔ね、芋って言ったら芋臭いとかいうような人がいらっしゃったりとかして、なかなか人によってはあんまりね、お好きじゃない方もいらっしゃったんですけど、最近のものはもうそういうことはまずないですよね。はい、こちらで揃いましたので、また飲んでいこうと思います。と、まずではせっかくなんでこっちから行きましょうか。この水割りの方からいただきます。いや、すごいね、まろやかで甘みがあっていいですよね。そしてさらにドライな、最終的にはすっきりするような感じでして、芋焼酎、一般的な芋焼酎っていうのはあれなんですね、米の麹を使ってるのが多いんですよね。これもそういうようなものだと思うんですけど、ではこちらのキリコのもので飲んでみましょう。これはロックですね。うん、ロックの方が甘みがとろっとしてですね、より深い味わいが感じられるかなというふうに思います。やはり木桶蒸留でやっておりますので、どことなく、なんていうんですかね、昔ながらの少しロースト的な感じっていうんですかね、直火じゃないですけど、そういうようなところも一つコクが出る一つの要因になっているのかというふうに、感じております。それでですね、芋焼酎なんですけど、さっきちょっと出ましたけど、芋の原料以外に米麹を使うことが多いですね。ものによってはね、芋
芋麹っていうのもあったりするんですけど、原料は芋、さつまいも、そして、米麹っていうのが一般的だと思います。とですね、焼酎はきついからいいよっていうお客さんっていうのはですね、ちょっとそういう人もいらっしゃると思うんですけど、アルコール度数25度なんで、今回の一番左の水割りとかにすると、まあどうでしょうね、まあ多いのは5対5とかね、4対6とか多いんですけど、まあそうやって薄めると12度ぐらいになりますので、何でしょう、ワインとか日本酒よりも少しアルコール度数が低い度合いになりますので、お好みによってね、調整できるっていうことが、まあ芋焼酎、まあ芋焼酎ならではなくて他のものもそうなんですけどね、そういうところがまあ魅力的になりますね。と私もね、現地で知ったんですけど、夏でもお湯割りを召し上がる方多いですね、芋焼酎っていうのはですね。やはりお湯割りの方がよりふんわりとですね、芋の香りが華やかに際立つっていうんですかね、そういうところがよくって、あと何杯でも飲み飽きないというようなところでお湯割りが好まれるケースが多いですね。で、私が個人的に好きなのはお湯割りもそうなんですけど、炭酸割りですね。炭酸割りもすっきり爽快で飲むことができます。まあ、こういう芋焼酎には現地のはさつま揚げ、まあ、さつま揚げは現地ではから、ごめんなさい、漬け揚げって言うんですけど、さつまいもは現地では、から芋ですね、そういうふうには言われるんですけど、そういうものと合わすと非常にね、至福の時が過ごせられるのかなというふうに思っております。そしてですね、さっきお湯割りっていう話が出たんですけど、伝統的な酒器の黒蝶狩りでちょっとお湯割り作ってみ、飲んでみましょうか。これがこのために用意されてたんですね。はい、これが黒蝶狩りですね。これで、お湯割りにしましたのでちょっと入れていきましょう。まあ本当はこの黒蝶狩りね、で飲むのが一番いいんですけど、これをね、前割りって言ってですね、1日前に焼酎と水を、まあ、1対1とかで割ってですね、それで一晩寝かして、さらにそれをお湯割りにして飲むというのが好まれます。そうすることによってね、より馴染みが馴染みやすくなって、より深くまろやかになるというような、そういうような、お酒の風味になっております。あ、ちょっとね、冷めるんで飲んでみましょうか。まああれですよね、ロック水割りもいいですけど、お湯割りもやっぱりいいですよね。このあたりがやはり芋焼酎の魅力的なところですね。非常に納得いけるような風味味わいになっております。で、芋焼酎自体はですね、こういう飲み方いろいろ出しましたけど、何でも大丈夫ですね。いろんな飲み方ができますので、お好みで飲んでいただけたらいいというふうに思っております。で、さつまいもなんですけど、さつまいものちょっと説明なんですけど、昔はね、江戸時代には飢饉から救ったっていうことがあるほどですね、痩せた土壌でもよく育つと、そういうようなところがさつまいもの、まあ、一つの特徴でして、鹿児島中心に南九州ですね、でね、発達していったっていうのと、あとちょっと意外かもしれませんけど、東京都の南、遥か南の伊豆諸島っていう島々ですね。で、八丈島を中心とするとこ、伊豆諸島でもね、主に生産されてて、芋焼酎もありますよね。ですので芋焼酎の産地って言ったら、南九州、鹿児島、宮崎を中心とするんですけど、あとは実は八丈島周辺の伊豆諸島も有名というところを忘れてはいけないかなと思いますね。まあ、今日はね、こういう芋焼酎の話だったんですけど、まあ、ご参考にしていただけたらありがたいなと思っております。はい、そろそろお時間になりました。この度もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければ次回もご視聴ください。今日は、薩摩焼酎の本格芋焼酎浜田、アルコール分 25% をいただくことができました。芋焼酎まあ、それぞれの飲み方に合わせて飲めますので、皆さんのお好みに合わせてください。皆さんの色に染まると言った方がいいでしょうかね。はい、そういう今日はお酒で、楽しい時間を過ごすことができました。はい、ありがとうございました。以上、お酒の塾長でした。ありがとうございます。さあ、今から飲みます。いただきます。